こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、先日購入したプラレール、レールでアクション、白国蒸気機関車セット、こちらを紹介したいと思います。でですね、こちらなんといってもこれですよね。サウンドとライトの秘密はアクションレール。突起のついたアクションレールを通過するとサウンドやライトが変化ということで、なんかね、こんな感じで駅でアナウンスや鉄橋サウンド、そしてトンネルでライト、あとガタガタ橋レールの手転がしで遊べる感じになってるみたいです。そして今回このセットには60周年記念レール同梱版ということで、特別なレールが入ってるみたいです。あ、そうそうあとね、スマホのアプリを使って駅構内のイラストが変わってストーリー遊びが楽しくなるということで、では入っていたものをご紹介したいと思います。でまずはこちらのライト&サウンド C62 蒸気機関車の先頭車になります。はい、でこちらは、まあ、こんな感じになっています。うわぁなかなかできいい感じですよね。でこれ結構ね、細かいですね。でここもね、ちゃんとね、これ色塗り分けられてます。で上がこうで下がこうです。じゃあとりあえずね、電池入れます。ここですね、ここを単4電池2本ですね。ちょっと単4電池見つけてきました。ではちょっとね、電源入れてみたいと思います。でスイッチはここにありますのでオンにします。で次はですね、こちらの淡水車です。でこちらが動力になってます。淡水車はまあこんな感じで、で上がこうで下がこうです。でネジはここになってます。こちらは単三電池1本で動くようになってます。でこちらスイッチの方はオンとオフだけになってます。はい、ほっ。で組み立てるとこんな感じになります。なかなかかっこいいっすよね、これ。こんな感じで、うん、かなりかっこいいプラレールになってます。でこちら駅舎になります。で駅舎ちょっと組み立てると、まあ、こんな感じになります。はい、であとこちらのトンネルになります。あ、これですね、これがガタガタ橋です。でこちらが2分の1ストップレールです。これ可愛らしいですよね。2分の1ストップレールって初めてです。そして鉄橋枠になります。でこの長さのアクションレールが3本と、こちら長いのが1本です。でそして曲線レールが6本と、坂曲線レールの A が1つと B が1つで、スマホスタンドになってます。そして情景パネルが2枚ついてました。これが京都博物館ですかね。であとこちらがシールになります。シール貼ると駅舎こんな感じになります。はい、結構ねシール貼る箇所多かったです。アクションレールのこちらですね、ここにそれぞれシールを貼りました。あ、間違えてますね、私間違えたシール間違えた。でもこれ外せないわ。あー、じゃあちょっとね、これね貼り間違えてます。このポチポチがね、7個の方が60周年のこのマークで、8個の方がトンネルなんですけど、これ逆ですね。ジョージ社らはこの4本6本とこう連続でこう来てたんで、4本6本7本8本かなと思ったんです。そしたら4本6本8本7本だったんですこれね、順番通り行けばね、数の少ない順にこう貼っていくのかなって思ったら、まあ、こういうフェイントがありますんで、皆さんは注意してくださいもう私が不注意なんですけど。あとこのプラレールのこちらにですね、シール貼れるようになってます。で好きな方、この2つのうちのどちらかを選んで
ここに貼るみたいなんですけど、元から貼ってあるので、まあ、これでいいかなと思ったんで、これでいきます。ということで、今からですね、コースを作って走らせてみたいと思います。こんな感じのコースができました。結構ですね、コース自体はちっちゃいですね、やっぱり。こちら駅で、鉄橋、そしてトンネルになります。あとこちらがガタガタ走れるになります。では、行きます。大きいですね、結構の。では、これで行きます。スタート。ライトも光ってる。じゃあここ変えます。距離が足りない。聞いたんで。じゃあこれで行ってみます。すぐトンネル通過になっちゃうんで。ではね、これでアクションレールは一つだけにしたいと思います。はい、わかりました。いきます。次はね、トンネルですね。ちょっとね、今度アクションレールを使わずに、はい、ではこれでいきます。じゃあ止まります。ちょっとうまくいかないんですよね。じゃあ行きます。マリバラ、マリバラ、ご乗車お疲れ様でした。あ、合いましたね。ご乗車お疲れ様でした。じゃあ、アクションレールもサウンドもね、全部なしで走りたいと思います。行きます。この時はね、これがいいかな。
つけた方がいい。マイクつけた方がかっこいい。はい、いかがだったでしょうか。なんかスマホがね、うまくこう行くときと行かないときがあって、だいたいうまくいきませんでした。これ種類にもよると思います。ちなみに私のスマホは Android です。で、あとこのプラレール自体の出来は私はいいと思います。形もいいし、ライト光ってかっこいいし、このプラレール自体の出来は、まあ、なかなかいいんじゃないかなと思いました。ただ音ですよ。音がね、思ってる以上に大きかったです。夜走らせるっていうのはもうなしでしょうね、これは。まあその場合はね、ここ切ればいいんですけどね、あのサウンドを切っちゃえばいいんですけど、そうするとライトがつかないというね。はい、うん、そしてこのアクションレールなんですけど、まあこれを使う場合はコースがね、もっと広い方がいいと思います。この音が鳴って、次アクション来ちゃったらもうまたコロ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 とずっと鳴りっぱなしで、切り替えっぱなしになるんで、大きなコースでね走らせた方がこのアクションレールの持ち味は出せるんじゃないかなと思います。あー、もうこれだけは絶対言っとかなきゃならないなと思うことは、このアクションレール硬いんすよ。このつなげるときにすごく硬くて、すごい硬いっす、これ。うん、ひょっとしたら小さなお子様はちょっとねやりにくい場合があるんじゃないかなと思います、という感じでした。なんだこの動画。大丈夫かな、大丈夫かなこれ。じゃあね、まあどうせ編集でカットされるでしょうけど、まあいつものあれやっておきたいと思います。プラレールレールでアクション、鳴るぞ光るぞ白国蒸気機関車セット、これをねこうやりながら言い切りたいと思います。では行きます。私の名前は白国なんてね、どうせここでカットされてるんでしょうね。